そういう感じ。ワールドワイドだ。いや、そういう感じで。ニコッニコッに来てます。で、今日はですね、まあ、何をしに来たかというと、なんと4階にあったガチャガチャコーナー、それが1階に移動されるということで今日やってきました。というわけで、この4階にあったガチャコーナーが、まあ、一部が1階に移動したということで今日やってきたわけですけども、まあ、その中でもご当地のガチャガチャが設置されるということで今日ご紹介します。ありがとうございます。結構恥ずかしいですね。まあでもセレクトがすごいと思います。酒飲みのね。在庫はこれ限りなんですか？まだ他にまだなくなったらまた詰めれるぐらいの。一旦もうこれだけです。これだけなんですか？じゃあもうなくなり次第という。一旦なくなり次第です。出ました。一番の再生回数を誇る八坂フランクって言ったんですよ。結構レアかもしれないです。ありがとうございます。結構なんかいいですね。出来がいいでしょ。ね。みんなどんな感じで使うのかちょっとわからないです。そうですね、どう使うか。クオリティが高い、もっと、うん、チャラいっていうか、チャチいもんかなと思ったんですけど、結構この辺とかこだわってますけど、おー、本当ですね、ちょっと見えにくいですけど、うん、この肉眼で見ると、うん、色も結構ちゃんとしてて、ちゃんとここがね、何か、あ、ですよね、楽しみですよ、いただけるシークレットというか。じゃあせっかくなんで、まあ、なんか入れた方がいいのかなっていう感じで思って、今あるあのこのステッカーを全部、ちょっとやっぱあれですよね、もう一個ずつ、はい、という感じであの設置されました。まあ、中には缶バッジ入ってるんですけど、まあ、中にシークレットじゃないですけど限定でねステッカーも入っております。在庫はもうこれだけになるそうなんで、皆さんお早めに回しに来てください。お試しということなのかな、まあ、試験的な部分もあって、まあ、ロット数も少ないで、まあ、利益っていうのはもうほとんどないということですね。仮に利益があったとしても、まあ、僕に入ってきたとしてもそれは、まあ、あのウクライナの方に寄付してくださいということを伝えました。だから今後もね、あのもし仮に人気があって利益があったとしても、それに対して僕はあの寄付をしようかなと、全部寄付しようかなと思います。というわけで、あのまたあの興味ある方はぜひね、あニコットニコットさんの1階の方に来て回しに来てください。ありがとうございました。はい、
お、いいよいいよ、はい、じゃあ、はい、お、長崎シークレット、シークレット、あ、赤、これは一方通行、いいね、私も一方通行でしょ一方通行でいいです、ここつけるわ、これからね、はい、おー、はい、お、これなんて言ってるのかな、お前だみたいな、ガチャガチャ、個人的には八つ赤村がいいですね、あ、そうなんですね、これ個人的にはドアップ出ました、はい、はい、終わりです、今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります、ありがとうございました、ありがとうございます、はい。